オースチン A40 サマーセットはイギリスにかつて存在した自動車メーカーであるブリティッシュモーターコーポレーションのオースチン部門が1952年から1954年まで生産していた乗用車である。日本では日産自動車がノックダウン生産したことで知られる。1947年から生産されていた A40 デボンの後継モデルで ボディスタイルが近代化された以外は、セパレートフレームのシャシー、1200cc エンジンとも、先代の機構を流用していた。ボディデザインは、フェンダーラインの膨らみを残した過渡的なもので、同社の大型6気筒車、A70 ヘディフォードと非常によく似ていた。また、当時の欧州車にも流行していた、ベンチシートや、コラムシフトを採用していた。4ドアセダンに加え、 カーボディーズ社製の3人乗りの2ドアコンバーチブルも作られ、こちらにはセパレートシートが装備されていた。1954年9月に A40 ケンブリッジと世代交代するまでに17万3306台が生産され、うち7243台がコンバーチブルだった。1952年12月24日、BMC と日産自動車は オースチン A40 の組み立てと国産化に関する技術提携契約を締結。7年間の有効期限内に年間2000台の A40 サマーセットを組み立て、国産化する計画を結んだ。1952年の時点で日本国内に1 0 0 0台以上のオースチン車が稼働しており、知名度と信用のあるブランドだったこと、部品を 日産車に流用することが認められたことなどが契約締結の背景であった。ありがとうございます。